50代身寄りのない私が家を見つけるまで。本日第50弾は屋久島からです。先日鹿児島から屋久島に戻ってきました。今回の屋久島では本当の自分に帰るための時間を持つために戻ってきたんだと思っています。私は自分の今までの人生での経験や思いを同じような境遇の方や動画を見てくださっている方、出会ってくださった方、いろんな方のお役に立てたらいいなと思っていろんな形で発信させていただいていて、その根本にあるその思いはぶれてないんですけれども、なんて言うんですかね、自分がこういう形でやっていってこういう成功していくだろうとか、例えば夢、自己実現でもきっといろんなこういう、自分が持っている種をまいてそれが形になって舞台に立てるだろうとか、そうなんです。そういうふうに自分である程度その、それまでのストーリーを描いていたわけなんですけども、それはそれですごく自分をその思いが自分を支えてくれたのですごく良かったと思うんですけども、今その思いを一旦宇宙に投げて、まっさらな気持ちでその根本にある思いをしっかり持ちながらもこの瞬間この瞬間を楽しんでいって、あとは流れに任せていこうかなという、気持ちになっているんですね。ある程度こういうストーリーで進んでいくだろうっていうふうにもう思っている時、例えばなかなかそう思っているんだけどその通りにならないとか、なかなかその道が通れないっていうふうになった時に、逆に自分の中がざわざわしてしまうということがあるんですよね。だとするなら、それはやっぱり一旦宇宙に投げて、この今一瞬一瞬を楽しんでいくことで、もう右しかないと思っていた道が、左もあった。まっすぐな道も見えてなかったけど見えてきた。そういうことがあるような気がしたんです。なので今この屋久島で綺麗な海と空と大地を感じながら自分の細胞に語りかけるようにと、一旦まっさらな気持ちで楽しんでいきたいと思っています。それでは即興いたします。どうする？次はまっすぐな道？それとも戻る？右？左？答えが出ないときは無理に出さなくていいんだよ。きっと今はそれが答えなんだ。ご視聴ありがとうございます。みんなにも流れのごとくたくさんの幸せが降り注ぎますように。それではまた、ヨッシーでした。バイバイ。